皆さんこんにちは。はい、今日から始まりましたママアイドルふわりーのお部屋、これから毎週月曜日に配信しますので、皆さんこれから見てくださいね。よろしくお願いします。では今日はこのワイワイテレビのプロデューサーさんの母ちゃんさんが来てくれてます。母ちゃんさん、どうも母ちゃんです。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。初回ゲストが私でいいんですか？はい、よろしくお願いします、ね、ふわりーちゃん、じゃあこれはこの番組で基本誰かゲストに来てくれる番組ですか？はい、毎回いろんなジャンルからアーティストさんやアイドルさん、いろんなパフォーマーさんを、来てもらってですね、ここでその方の、人生とか、あと人生語るの、人生語ってもらおうかなって思って、うん、あとまあお人柄とか、はい、あとまあ、楽曲なんかをね披露してもらって、いろいろその方の話聞いて皆さんにその魅力を知っていただこうという番組にしたいと思ってます。じゃあいろんな人が週替わりでね、はい、出てくるという番組なんですけども、はい、ふわりーちゃん自身は、はい、ママアイドル、ママアイドル、ママなの？ママです。ぶっちゃけお子ちゃんいるわけ？もちろんね、はい、ワイワイテレビでは、はい、アラフォーアイドルのすっぴんトークという番組がありまして、はい、こちらはアラフォーアイドルの皆さんがいらっしゃるんですけども、はい、ぶっちゃけダメやったらピーって言ってくださいね、はい、ピーって言ってくださいね。そこに入れるぐらいの年齢ですか？まあ多分入れるかな。これね、皆さんに生で見せたいんですけど、生見たい方はライブとかぜひ行っていただきたいんですが、はい、ぜひ。めっちゃ可愛いですよ。いやいや、初めて見た時にママって私も何回も聞いちゃうぐらい可愛かったんですけど、自分のチャームポイント一番どこだと思いますか？そう、ちょっとポチャポチャしてるとこかな。もし若く見えるんだったらそのおかげかなって思う。ポチャポチャ。もともとふわりっていう名前は、はい、なんでふわりちゃんの？それは今のプロデューサーさんと初めて、うん、面接してもらった時に、うん、なんか喋り方とか雰囲気がふわふわしてるねって言われて、でそのままじゃあふわふわにするみたいになって、ふわ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 名前変だよねって思って、でいろいろ考えて、でふわりーになりました。この番組なんか今私が進行してますけど大丈夫？じゃあ今日はよろしくお願いします。今日はじゃあ MC 母ちゃん、はい、いろんな番組で MC してますので、 MC 母ちゃん進めさせていただけたらなと思ってるんですけど、はい、この番組、はい、噂によると、はい、たまに変な人が出てくるんですよ。そうみたいですか？そうなんです。影の声だったり一瞬よぎったりとかね、変な人がね、お化けのように瞬通ったりねするらしいんですよ、この番組。それがなんか今、介護に気配を感じましたけど。でしょ、でしょ、はい、あんな感じで、まあ、姿表したり、声だけだったり、はい、ちなみにこの人がプロデューサーですからね、ふわりーちゃんのところもね、ばらしますけど、名前一応あるらしいんですよ。はい、ミスターアベックスさんです。ミスターアベックス。はい。でも、受けすぎですよ。母ちゃんさん。はい、ミスターアベックスです。こんにちは、はい、みんな、こんにちは。ごめんね、かぶせちゃって。私、はい、割とこう仕事上ね、はい、いろんな方とお話をしてるんで、はい、大体の人に合わせられるんですけども、はい、ミスターベックスは初めて飲まれたから。あんまり飲まれることは私ないんですよ。ですよね。そうなんです。アベックスさん、母ちゃんさんを飲み込むほどの大物ということでね、今後に期待ですね。大きな口がーってくるそう、それがね、裏の声らしいんですよ。天の声。天の声。楽しみだな。結構渋い声でしたね。意外と渋い声でしたね。ここで喋ったアベックスですね。これ全然ちゃうやんけ。好みのタイプの男性のタイプはどんなタイプですか？それが芸能人の方だと小学生の時からうっちゃんなんちゃんの内村さんがすごい好きなんですけど、優しそうな感じがたまらないですね。今一番、はい、有名人の方で私が推してる男性だとプロレスラーの棚橋選手なんですけど、地元の今住んでる地元のスターということで押してます。勝手に押してます。でもほら、優しそうな人が好きって言ったでしょ。でも顔が似てるんですよ。私しか思ってないから。うっちゃん、うっちゃんに似てません？田中さんの優しそうなあの目、優しそうな人がとにかく、そうなんです、ね、なんか別にその見た目全然
こだわってなくて優しそうな人が好きっていうか優しい人が好きです。いいね、はい、男は優しさだね。そう絶対そうと思います、ね、かわいい。優しい人が好きです。優しい人が好きだそうです。本当に今日ギャラリー多いんですけど、これめっちゃ手挙げてますけど、ね、優しい、怖そうに見えるけど優しいのかな。自信あります。ふわりちゃん、なんでもともとアイドルになったの？まずですね、20年ぐらい前に、はい、ここ名古屋でですねアイドルグループに所属してました。本当？はい。でその頃アイドルが冬の時代って感じで、うんうん、今みたいにアイドルイベントとかが全然なくって、ライブハウスとかすごいヒップホップのアーティストさんがめちゃめちゃ盛り上がってて、そういうブームの時で自分たちが出れるライブとかがなくて、まあ、レッスンとかいっぱい受けさせてもらったり、芸能人さんのディナーショーとかの前座やらせてもらったりはしてたんですけど、まあ、なかなかそのライブとかの写真あるよ当時の写真あるよ。はい、初披露です。ベックスが来た、ベックス、はい、うわやっぱこれ、これ画面出していいのかな。やばくはない。うわエロ。エロくはない。写真がもう古って感じですよ。はい、次どうぞ。いや、これ20年前はい、この頃からこういうメイド風な感じ。あ、たまたまですね、この日はこういう格好してライブのアンコールがコスプレ、はい、これですね。うわちょっとこれば。このポーズ今ここでやってください。え、いいかな、このポーズの水着しゃ私絶対できます。それ真似してる。ちょっと失礼しました。こんな感じ、こんな感じの水着。うわかわいい。今も可愛いけどすごい可愛い。なんか照れちゃう。あ、それこれ出していいのかな、画面上いいのかな。まあ20年前だからいいよね。他の子が今多分一般的なお仕事してらっしゃると思うので、みんなやってるのだけ、まあ、一瞬こんな感じのグループ。そう、こういうグループ。これちょっとアップにして、これは、うん、これは私しか映ってないから大丈夫。うわー、ここもアップで、こういうね。あ、当時はリリカちゃんって名前で、リリカちゃんっていうね、はい、やってます。でも おじ、おっさんになってる。かわいい子がいっぱいおんねんみたいな。で、結婚してママになってっていうか、ママになったとやっぱまたアイドルやりたいなっていうことで。そうですね、街とか歩いてと祭りとかやってると、その地元のアイドルさんとかがライブやってたりするのを見て、あ、いいな、私もやりたいなってずっと思ってたんですよ。でもそういう機会ないかなって思ってたんですけど、最近ちょっとアラフォーアイドルさんのブームが来ましたよ ね、来てるみたいですし、はい、それでまたアイドルをフワリーとしてソロで始めることになりました。この間ライブ見に行かせていただいたんですけども、ありがとうございます。あの時は本当に可愛かったわ。あ、ありがとうございます。ひらひらの今日みたいな、こうひらひらの服着てね。はい、ということですので、2017年の4月からフワリーちゃんの番組、ママアイドルフワリーのお部屋という番組が始まりますので、はい、視聴者の皆さん、毎週月曜日の配信ですからね、ぜひフワリーちゃんぜひふわりちゃんへのコメントなどの皆さん、どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあ来週からはね、普通のゲストさん来ますので、はい、はい、来週からね、ちょっとね、ちょっとだけね、PR すると結構イケメン出てきますよ。それではまた、はい、バイバイでいいんですか、普通に最後は。あ、はい、それともなんかふわりとかあるんですか。最初の挨拶はあるけど、最初の挨拶考えましょう。今考えますか。なんか考えましょう。今ちょっと考えて、ふわふわふわりみたいな感じでバイバイってやりますか。ふわふわふわりバイバイってやる。これでも男性ゲストさんやらせるの無理だよね。まあ、いいかもしれない。行きましょう。照れながらや、分かった、ハートにしよう最後。ふわふわふわりバイ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 ってやるの。どうですか、高橋プロデューサー、なんか疲れてない？大丈夫？私ね、疲れてない、ね、なんか私あのご存知だと思うんですけど、可愛いというのからかけ離れてるキャラクターですので、私の場合は。え、でも美人ですよね。ありがとう。え、本当に美人ですよ。私はあれですよ、ナインティナインの岡村にそっくりって言われてる。岡村さんね。岡村さん、あ、結構受けてます。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、ラジオをやってるんですね、一応ね。 FM ミエっていうところで喋ってるんですけど、リスナーさんって顔見ないじゃないですか、はいはい、見た瞬間に、うん、本当に似てますよ、ね。はい、終わり、終わり、はい、ということで皆さん来週からどうぞよろしくお願いいたします。じゃあ最後のポーズ今決まりました、はい、せーの、ふわふわふわりバイバイ、また来週。来週。